呼ばれたのはウィーネ君。あの竜の娘のことでいいのかい？彼女は何なんだ？今ダンジョンで何が起きている？君は何を隠してる？君の真意は何だ？全てを話そう、ヘスティア。リリ殿、本当にここで？あ、間違いありません。ここで会っているはずです。何もない。クソ、ギルドは俺たちに何をさせたいんだ。この先に進めってことか。リリ殿、ここは？地図には載っていません。未開拓領域です。ベル様、見られている。気をつけてください。あれは、
よっと、面白い。こんな冒険者には会ったことがねえよ。いい。だから言ったでしょ、リド。彼らは違う。おい、お前。またお会いしましたね、お二方。レイ、確かにお前の言う通りだった。この冒険者たちは違う。悪かったな、あんたたちを試してた。試す？なあ、知りたかったんだ。同胞をかくまっている冒険者がどういう連中か。危なくなったら見捨てたりしないか。怖がらせたし、怪我もさせちまってな。すまなかった。改めて言わせてくれ。今まで同胞を守ってくれてありがとう。彼らの存在がいつより発生したかは定かではない。だがその存在を観測し接触して以降、我らは保護という名目で彼らの支援を行っている。支援？モンスターはギルドが何を考えて。そうだ、お前たちがあの竜の娘を保護したのと同じ。今回のミッションの目的は彼女を仲間のもとへと送り届けることだった。じゃあベル君たちは今頃。ああ、無事であるならば彼らの隠れ里にたどり着いている頃だ。明かりをつけろお前ら。こんなにも多くの。俺っちはリド。え？見ての通りリザードマンだ。はじめまして、ベルクラネル。なあ、ベルッチって呼んでもいいか？どうぞ。ベルッチ。はい。握手。なあ、よろしくな。お会いできて光栄です。ご挨拶させてください。私も。いやちょっと。彼女は喋れないのですが、気に入られましたね、地上のお方。彼女ってメス？名前を聞かせてもらっていいですか？
ウィーネ。ウィーネ、とてもいい名前ですね。はじめまして、新たな同胞。同胞？ええ、ここではあなたを虐げる者はいません。私たちはあなたを歓迎します。教えてください。あなたたちは、ウィーネは何なんですか？私たちは異端と呼ばれるもの。俺っちたちの名はゼノスだ。ゼノス。そうだ、リチを備えたモンスター。我々は彼らをそう呼んでいる。そしてヘスティア、お前とその眷属は彼らと我々の希望なのだ。希望？人類とモンスター、その共存の道への架け橋だ。Table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, then the man on the jukebox, and then we start to dance. I'm singing like, girl, you know I want your love.